立正構成会は、霊友会から派生した日蓮系、北ッ系の新宗教である。文化庁、宗教年間令和2年版における、信者数は2283,023人。西田無学が提唱した、在家が北ッ業によって、専属用を行うという点では、霊友会と同じである。ただ、北ッ業の一条思想と、根本仏教の融合が特徴と言える。 人間の内面の収容を行いつつ、自他ともに救われる修行を推奨している。また、リーダーを中心に、生活や信仰の悩みを互いに語り合う、法座という活動も特徴である。この時代を、不問次元の時代と呼んでいる。人々に、法家行の教えを広め、それまでの協典、教義教育、指導研鑽による人間収容を継続しつつ、地域社会、国家、 世界平和の実現に向けて貢献していくことが目標となった。これにより、全国各地で一色を捧げる運動や、アフリカへ毛布を送る運動、ユニセフ街頭募金などが始まり、これらの市民運動家が目指された。また、WCRP を中心に、軍縮や核兵器の廃絶運動など、宗教協力を基盤とした平和活動を展開した。全国5カ所に、 本部直轄の施設がある。国内の拠点よく間違われるが、立正大学、東京立正中学校、高等学校、短期大学は日蓮宗の修文大学と、その付属校であり、立正校正会とは無関係である。ありがとうございます。